ましたが、まずは新庄が出ていきます。帽子が止まりました。帽子が飛び込んでいました。新庄は抜けています。新庄と大津東、東津東が進んでいますが、先頭は新庄を飛ばしています。3メートル以上ですが、大津東が通ってきた。さあ方針が外に回す。外へ方針が回すが、新庄逃げ切るか。新庄逃げ切りそうだ。ああ逃げ切る、逃げ切る。新庄逃げ切った。新庄逃げ切りました。ガッツポーズ。26秒07、新庄逃げ切りました。2年ぶりの決勝進出、新庄が決めました。男子200、菅原好スタートを切りました。ただいま菅原がトップを走っております。好スタートを切って先頭を奪いました。久々の決勝進出、4年ぶりの進出へ。しかし大隅西が外からかわしていく。大隅西が外でかわしていく。菅原自慢手に交代。大道南下新庄と続いています。さあ大きくとも立ち上がっているのは下新庄ですが、大隅西が先頭。ああ焦げたか。ああ大隅西が焦げてしまった。菅原逆転、最後の最後で落とし穴がありました。トップを走っていた大隅西は、菅原が55秒73で4年ぶりの決勝進出を決めました。気づいて予選3組です。東高野、豊里南、大道、豊里の4名が走っております。大道がまず先頭行きます。豊里南が2番手ですが、さあ大道出ました。大道が行きました。豊里南が2番手で、東高野3番手、2番手に勝って豊里が3番手になっていますが、あ大道これは強い。これは大道が抜け出しました。大道先頭、余裕でゴールされました。2年連続決勝進出、27秒後にガッツポーズ。東高野、豊里南、豊里と続きました。2年連続決勝進出、大道が決めました。予選4組です。板角が小スタート、小松、淡路、そして淡路、西淡路の4名が走っております。板角が出ていきました。板角は33回で優勝を決めていますが、その差を抜けています。差が少し少しずつ広がろうとしています。淡路が2番手、小松3番手、西淡路が4番手。さあ板角が行きます。板角がちょっちょい飛ばしていきます。またもや種目決勝進出、板角決めました。淡路、小松、西淡路と続いて25秒41、東淡路が決、板角が決勝進出を決めました。1組目スタートしました。女子の200m、 大道、淡路、大道南、新庄の4名が走っております。3連覇に向かって、あしかし後ろになっていると、大道南が後ろになっている。さあ前に出ているのは3チームが行っていますが、大道南が後ろになっている。大道南が後ろ、さあこれは腹になってしまうのか。前に行っているのは新庄だ。新庄が行く。大道、淡路、そして大道南へ4発伸びてこれない。新庄勝ちました。淡路、大道、大道南、ここで途切れました。新庄33秒83、決勝進出を決めました。大道南が揺れました。気づいて予選の2組、豊里南、豊里大隅、東高と豊里、大隅西、東高の4名です。地元勢の2つが先頭を飛ばしています。豊里南、豊里、3番手に大隅西が行っています。豊里南、豊里、大隅西、東高はまだ2コーナーに差し掛かっています。よろしくお願いします。さあ先頭は豊里南が行っています。地元勢が今ワンツーの形、豊里南が先頭で行きます。豊里南、豊里、大隅西と行っています。さあ豊里南が入ります。豊里南が勝ちました。豊里2着で今大隅西が3番手に入っていきます。そして東高野は現在は3コーナーを回り切ろうというところ、ちょっとバラ遅れてしまうタイミングが合いません。しかし大きな拍手で、皆さん大きな拍手を送ってあげてください。東高野にどうぞ大きな拍手を送ってあげてください。場内から大きな拍手が起こっています。大丈夫か、頑張れ頑張れ東高野。32秒36で今東井高野が入っていきました。豊里南が決勝進出でした。予選3組です。東淡路、菅原、東進、東淡路、菅原、西淡路、西淡路の4チームですが、西淡路が出ていきました。西淡路が先頭を取っています。西淡路が先頭、2位が最高ですが、現在は先頭、予選は先頭に行っています。東淡路が2番手で、東進3番手、菅原4番手になっています。大きく差をつけている西淡路であります。さあこのままいけば西淡路31回台の決勝進出ということになりそう。
西アリが飛ばします。西アワジが今1着に入りました。さあ2番手争いは菅原宝珠に東アワジ駆け抜けて西アリが決勝進出を決めました。最終組、下新庄が行きます。小松、下新庄が行く。伊坂の下新庄の伊坂の方が最後勝利になった。伊坂の5勝になったが、さあ前に上がっていこうとしている。4番手から3番手に上がっていきます。現在先頭は大津に東が飛ばしています。大津に東が先頭です。さあ2番手小松、伊坂の3番手、下新庄4番手で変わりなし。大隅東が逃げます。大隅東が逃げます。小松2番手、板倉3番手、下新庄4番手、これで変わりはなさそうだ。大隅東が2着、小松2着、板倉3着、下新庄4着、31秒3で。プーニで決勝です。プーニで決勝スタートしました。おー、菅原が好スタートを切り出ました。大道南を突いていって大隅西、東高野が飛び出していきました。さあ前は大道南が行きますでしょうか。大道南、菅原、もう大道南、菅原が行きます。大道南、菅原が行きます。現在は大道南が菅原の方に、菅原と大道南の方になって第3走者に渡ります。菅原が行きます。菅原が先頭で行きます。さあ2年連続制覇へ菅原が先頭で行く。その差はその差が描いていますが、大隅西が入ってきました。大隅西が迫ってきました。さあ最終走馬に渡ります。後ろから後ろから大道南、大隅西も迫ってきました。さあ菅原が抜いてきた。2年連続制覇なるか菅原。2年連続クロスプンで、ああ、どうぞ、出てしまった。後ろから大隅に来ました。大隅で、ああ、どうぞ、しまった。大隅の体勢、ああ、と、バラバラ、縦が出ない。さあ、もう一度、菅原を落ち着いて、縦直した。連覇達成。最後、南2着。大隅に3着、東に高野が4着。2年連続スプン2レー制覇、菅原が、58秒03で、連覇を達成しました。そして、この大会種目、2つ目の制覇となりました。ただいまの結果。位置についてよーい。大隅西の決勝戦、伊坂野支部、大隅西支部、豊里南支部、東伊坂野支部の4支部の皆さんが頑張っております。各支部の皆さん声援をお願いいたします。さあ2番目に倒すのはどの支部か。さあどの支部か、アンカーはどこか。アンカーに入っているのは、さあ三シーブアンカーか。三シーブがアンカーだ。三シーブがアンカーだ。あと大隅南、大隅西、大隅西だ、大隅西だ、大隅西、豊里南が2着、高野3着。大混戦となりましたが、制したのは大隅西。素晴らしい争い、ハイタッチを交わす大隅西。22回以来久々のボーリングリレー制覇、大隅西が制しました。ただいまの結果、エリクの皆さん、おじさんのところにお菓子を もらったらそのままゴールテープの方に走っていってください。みんなお菓子をもらったらゴールテープ目指して駆け抜けてくださいね。